XPT はオーストラリアニューサウスウェールズ州の地域鉄道サービスとして NSW トレインリンクが運営する長距離旅客列車であるシドニーとメルボルン、ブリスベンなどを結ぶ XPT はイギリス国鉄のインターシティ125をもとに設計されており1982年4月に運行を開始した1976年の ニューサウスウェールズ州選挙では公共交通機関の改善が大きな問題であり政府の公約の一つは州内の長距離列車用に新型車両を導入することであった1978年1月に公共交通委員会は25台の高速鉄道車両の入札を行った1971年にコモンウェルスエンジニアリングが 西オーストラリア州政府鉄道に納入したプロスペクターのような車両を想定していたが入札者はどんなタイプの車両でも提案することができた。コメングは1976年10月に英国で就航した BR 設計の HST に基づく列車の入札を提出した。1979年8月に コメングが落札車として発表され、入札は100台の車両を要求したが、1980年3月の契約で注文されたのは、2台の予備動力車を備えた5両編成の列車4編成を形成するのに、十分な10台の動力車、20台の客車の車両の計30台のみであった。HST と比べて XPT は、 動力車は 50cm 短く、パックスマン・バレンタエンジンの出力は2250から2000バーリキに下げられ、営業運転速度は 160km 毎時以下に設定された。サスペンションはより状況の悪い路線でも動作するように変更され、エアフィルターと冷却システムはより高温で埃の多い、オーストラリアの条件に対応するように変更された。 ただし、XPT の理論的最高速度は 200km 毎時である。屋根に取り付けられた3つのハイビームスポットライトとともに、別のライトクラスターが取り付けられた。客車については、イギリスのマーク3客車は、不適格とみなされ、バッド車設計のステンレス製車両が製造された。 最初のカントリーリンクのカラーリングの XP2007 ファーストクラスサム寝台車の客室サム寝台車の客室シートバックは前に折りたたまれ、二つの寝台の、内の低い方の寝台が座席として提供される。サム寝台車の旅客通路。客室は日中構成。XBR 客車の車内。手前にファーストクラスのサロン。奥にビュッフェコンパートメントがある。 最初の動力車とトレーラーは、1981年8月に、ステンレス製、ラゲッジバンを使ったテストを開始した。最初の XPT のカラーリングは赤、黒、オレンジで、動力車には、インターシティ XPT のサインがあった。1981年9月6日にオルベリーへのデモ走行で、ニューサウスウェールズ州南部のテーブルトップとゲロジェリーの間で、 XPT はオーストラリアの新しいスピード記録の時速 183km に達し、1971年に西オーストラリア州政府鉄道のプロスペクター鉄道車両が記録した速度を超えた。1992年9月18日のオルベリーへのテスト実行で XPT はテーブルトップとイエロングクリーク間で時速 193km に達した。 目標速度は時速 200km であった。この記録は1999年5月にクイーンズランド鉄道の電気傾斜列車によって破られた。最初の完全なテスト XPT セットは1982年1月に実行された。4セットは1982年4月に中央西部 XPT でダボへ1982年5月に 中部北海岸 XPT でケンプシーへ、そして1982年8月にリバリーナ XPT でオルベリーに就航した1983年には、さらに5台の動力車と15台のトレーラーが発注された。これらにより、1983年8月にキャンベラ XPT が開始され、続いて1984年6月に、 グレンインズとテンターフィールドへ向かう北部テーブルランド XPT が運行開始した。XPT によるシドニーとキャンベラ間の所要時間は50分短縮された。運用の見直しによりオーバーベリーへの夜間サウス XPT が導入されたが利用者が少ないため1985年6月にキャンセルされた。1985年には7台の車両の6。 編成を形成できるように、さらに12台のトレーラー車両が発注された。1985年10月から、ノースコーストチューブの XPT から、ケンプシーまでが停止し、ホリデーコースト XPT が、グラフトンまでに変更された。ノーザンテーブルランズ XPT もアーミデールに短縮され、ハブ、ロシアルブルセットと交互に、確実で運行された。当初、 XPT は通常の機関車牽引の列車よりも割増しの運賃を必要とした。しかし、これは1985年5月から廃止された。V、ラインと経費を分担してメルボルンまで事業を拡大することが提案された。1990年11月に XP2012XDH2111 XDR2156XD2219XD2215XFH2015XP2008 で編成されたメルボルン行きのプロモーション列車が運転された1985年2月にメルボルンでさらにデモが行われた乗組員の訓練は1985年7月に オルベリーとベナラの間のノースイーストラインで始まり、8月3日にサービスが開始される予定であったが、オーストラリア連邦機関の従業員労働組合とクルーについての合意に達することができず、計画は棚上げされた。1988年3月の州政府の選挙後、コンサルタント会社のブーズ・アレン・ハミルトンは、NSW 鉄道サービスに関する、 報告書の作成を依頼された。この報告書は、採算性能観点から、州内の長距離旅客鉄道を廃止することを推奨した。しかし、これは政治的に受け入れられなかった。報告書は、鉄道を維持する必要がある場合、運行本数を削減して、XPT だけで運用することを推奨していた。1990年2月。 ブリスベンリミテッドとパシフィックコーストモトレールが運行を取りやめ、ブリスベンとマーウィランバへの XPT サービスに置き換えられた。これらの運行に使う車両を提供するために、キャンベラ XPT は、機関車牽引の列車に置き換えられた。また、ノーザンテーブルランズエクスプレスは、タムワースへの日帰り便に短縮された。1990年6月には、政府は、 エクスプローラーズの編成を購入し、アーミデールとモリーへのサービスを再導入する。これらが1993年10月に導入された時、北部テーブルランド XPT は終了し、グラフトンへのサービスは、機関車牽員は車両に変更された。1990年10月、政府は、ブリスベン、マーウィランバ、メルボルンへの夜間サービスに使用するために8台の 新台車を注文することを発表した。これらは、ニューサウスウェールズ州政府とビクトリア州政府が共同で資金を提供した4台の動力車と13台のトレーラーについて、1991年にダンデノンのアブトランスポーテーションが発注した注文に含まれていた。同時に、初期の車両がカントリーリンクのカラーリングで再描画された。 1993年11月、XPT は夜間シドニー、メルボルンエクスプレスの機関車牽引列車を置き換えた。1994年12月にオルベリーからリボリーナ XPT を拡張することにより、メルボルネの XPT デイライトサービスが導入された。1995年にカントリーリンクは3台のスウェーデン鉄道。 X2000 傾斜車,車両を試運転した。3月に全国ツアーを実施した後、1995年4月23日から6月18日まで、キャンベラのサービスで改造された、XPT パワーカー XP2000 及び、XP2009 を使用した。2003年以来、XPT は、毎年1月パークスエルビス祭りのためにパークスまで運行された。 マーウィランバラインの閉鎖に伴い、XPT サービスは2004年5月からカジノに戻された。2013年10月に、ブッシュ火災によって、リス号の西に一編成が孤立し、ブロークンヒルへのアウトバックエクスプローラーサービスに配備された。1991年5月3日、XPT 動力者が、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州の国境近くの、 ヘインティで脱線し、運転手と乗客6人が負傷した。2001年1月27日、XPT はニューサウスウェールズ州ゲロージェリーで踏切で車と衝突した。車の中の5人が死亡し、列車が脱線した。2020年2月20日、シドニーからメルボルニー行きの XPT が午後7時45分頃、 ビクトリア州アランの近くで脱線し、列車の運転手とパイロットが死亡し、12人が負傷した。2016年10月、NSW 政府は NSW トレインリンクリージョナルトレインプロジェクトの一環として、XPT を置き換えることを発表した。カフトの契約は2019年2月に署名され、XPT は2023年から置き換えられる予定である。 XPT フリートは現在、シドニーからメルボルン、ブリスベン、ダボ、グラフトン、カジノまでのサービスで使用されている。シドニーメルボルン間は、毎日に往復運行されている。所要時間は、約11時間。距離は 953km。ダボへの運用は専用の編成が当てられ、往復運行をしている。他の7編成は、 以下のように7日間のサイクルで運行しているシドニーの確定車時間の間に列車はシデナム駅の南にある XPT サービスセンターで整備されるこのパターンにより XPT は世界中で最も利用されている列車群の一つになりサイクルのダウンタイムはわずか3つの重要な期間に過ぎないこれには2日目から3日目までのグラフトンでの一泊の ステイブリング、および4日目から5日目および7日目と1日目の、間のシドニーでの2泊のステイブリングが含まれる。2020年6月26日の時点で、11時41分の、シドニーからグラフトンまでの昼の XPT と19時30分の、夜間カジノからシドニーまでの夜行、XPT は、2020年2月20日のワランでの、 脱線の余波で、XPL2018 が使えず、XPT 動力車の運用に支障が生じたため、道路工事によって継続的に置き換えられた。当初、すべてのサービスは5編成で運用されていた。追加の車両を購入した後、これは7編成に増加した。1998年には、各編成が、客車6両に削減された。2001年には、 学校の休暇期間以外はすべて5両に減らされた。現在、XPT はノースコーストとメルボルンのサービスでダボ行きの4両及び5両で運行している。追加の XF が追加されるピーク時には客車6両になる。ダボ編成は必要に応じて目的地側に連結し1台の動力車で運行される。XPT の編成は 以下の車両で構成される。当初の XPT の動力車は、一つのターボチャージャーを備えた、パックスマンバレンタ 12RP200 リットルエンジンを搭載していた。これらは2000年6月から1994年以降、一部のイギリスの鉄道高速列車で使用されていた、4機の低圧ターボチャージャーと2機の高圧ターボチャージャーを、 備えた 1492kW のパックスマン VP18512 気筒ディーゼルエンジンに置き換えられた。牽引機器はイギリスのラフバラーにあるブラッシュトラクションで製造された。動力車はプラットフォームレベルで5つのメインコンパートメントを備えている。前方は運転席で、その後部にクリーンルーム、エンジンルーム、冷却グループ、コンプレッサールームがある。 州鉄道局は、XPT がサービスを提供した、目的地にちなんで、XP の動力者に、以下の名前を付けた。しかし、その後すべての名板が撤去された。XP2000、XP2014 は、グランビルにある、コモンウェルスエンジニアリングで製造され、XP2015、XP2018 は、ダンデノングにあるアブトランスポーテーションで製造された。 XPT 動力車の寸法は、長さ17.30メートル、幅2.89メートル、高さ4.03がメートルである。彼らは76トンの重さで、各列車の両端に2両を連結する、プッシュプル構成で使われる。オリジナルの XPT 車両は1992、93に改装された。これには、カントリーリンク塗装の再塗装も含まれている。 2005年から2008年にかけて、すべてが、再び改装された。以下は、形式、機能、番号である。XPT の編成は、ミックスロードトライアングルの境界内にある、サイデンハム駅の南にある、専用の車庫である、XPT サービスセンターで、管理されている。フレミング店メンテナンスデポのホイール旋盤で、実行される。 ホイールの再プロファイリングを除いて、すべての作業はここで実行される。1986年に、大国鉄に、XPT の編成を作ることで合意に達した。機関 1000mm で、同等の能力を保持するため、動力車を 2.7m 伸ばして 20m まで、拡張し、ボ,ボボボとすることが提案された。交渉は、大首相が、 テレビで発表する段階まで進んでいたが、オーストラリア商務省が最後の時点で指示を取り下げ、契約は成立しなかった。ウィキメディアコモンズには XPT に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。